新しい人生から5年経つと私は必ず死んでしまう。アルノルト・ハイン、いずれこの人が世界中を巻き込んだ戦争を起こす。どうしてそんなこと。そばにいればその理由が。リーシャは皇族のリア国益のために連れてきた妻ではない。君の本質は花嫁ではなく人質だ。リーシャ様の前ではとても素直に笑っていらっしゃれ。俺をそんな風に扱うのはお前くらいだろうな。これは偽りの顔、それとも。なぜ彼が世界に戦争を仕掛けたのか。おとなしくなんて言われたけど、私作れます、解毒剤は。どうやらあなたは今回の取引に命がけでいらっしゃる。病を克服するためならあらゆる手段を尽くす覚悟です。世界をかき乱すために生まれてきた人間はその使命に沿って動かなければならない。アルノルト・ハインのような。大切に思っていた人間をこの手で殺したこともある。戦争の記憶はこの人の中に色濃く根付いている。たとえこの人生がどんな結末になろうとも逃げたくない。これが最後の人生になったとしても。